これボールじゃなくてよかったんだっていうねツッコミが世界中から入ったっていう。おお、ハローラーこんにちは、パーカッションの高文です。今回は LP から新型のビブラスラップが出ましたので、こちら紹介していきたいと思います。はい、その名もビブラスラップ3というですね新型でございます。いわゆる今までのこの LP の超定番、超スタンダード、超ロングセラーのこのビブラスラップっていうのはビブラスラップ2なんですね。1は私も見たことがないぐらいのレアものでございまして、もしお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、でこのビブラスラップ2っていうのが今までのワールドスタンダードだったわけなのでですね、せっかくなんでこの2と新型の3、聴き比べなんかもやっていきたいと思います。はい、ではまずは今までのスタンダード LP ビブラスラップ2から鳴らしてみたいと思います。ヘイヘイホーとかね、ハンバーグとかブギウギ会とかね、いろいろなことが思い浮かぶかと思うんですけれども、まずは定番の音ですよね。これこれっていう感じ。はい、同じく LP のビブラスラップ2なんですけども、デラックスっていうのも出てましてね、デラックスはこのコマが少し大きくなっております。音こんな感じ。はい、さっきと違い分かりますかね。ちょっと音が低くなってより太くなった感じになってます。これがデラックス。はい、そしてこちらが新型 LP ビブラスラップ3ですね。気になる音はどうでしょうか。あ、だいぶ違いますね。はい、では編集で音だけ順番に聞き比べてみてください。どうぞ。はい、いかがでしょうか。もうパッと聞いただけで、あ、3なんか音変わったなっていうね、印象になったんじゃないかなと思います。はい。日本ではね、もう良くも悪くもこのビブラスラップ2スタンダードっていうのがメジャーになりすぎてというかですね、もう耳なじみがありすぎて、これをもう想像してる方からすると、あ、この新型ちょっとなんか思ってたんと違うなとなるかもしれません。今までのビブラスラップ2っていうのはね、このコマの部分が木でできておりましたので、ナチュラルサウンドだったわけなんですけれども、新しいビブラスラップ3っていうね、ジェニゴール素材素材で作られているそうです。で、パーカッションやっている方だったらね、これ馴染みがあるかと思うんですけど、同じく LP のジャムブロックっていう超ベストセラー商品がありまして、はい、これどっかで聞いたことあるでしょ。この素材がね、同じくジェニゴール素材らしいんですね。あ、これかっつってね、確かにこう、触った感じの素材感が全く一緒でございます。はい。ジャムブロックと同様に、特にこのバンドの中での音抜けっていうのを意識した作りになっているのかなと思いました。はい、ちなみにこのコマ自体はね、特に叩いてもならないですね。これ、ジャムブロックみたいになったら面白かったですね。はい、で、今までこのボールだった部分はですね、なんと、ゴムになっております。はい。あ、これボールじゃなくてよかったんだっていうね、ところですね。はい。これ下がジェニゴール樹脂で、上はゴム。はい。素材これ違います。ちょっとだけ柔らかい。これ今まで通り手でプレイすることも可能ですけれども、特に専用のアタッチメントを使ってね、スタンドにマウントして、片手で鳴らしたり、まあ、スティックなんか持ってる時にね、特にスティックで打ちやすくしているということみたいです。ただこれですね、高文流のビブラスラップ爆鳴らし奏法っていうのが、ありまして過去動画で紹介させていただいたんですけども、それに関してはね、ここボールの方が良かったなっていうのが正直なところです。何かというとね、これビブラスラップを振りながら反対方向にこう手を振ってね、ボールをこうかすめるようにこするように当てると、まあめちゃくちゃこう振動してくれて爆鳴りするっていうやつなんですけども、それをこの新型でやるとね、こう。まあ同じように見えるかもしれない。若干このゴムがですね、この手のひら、はい。にこう摩擦でズズズズズってこう当たって痛いっていう。はい。ところがあります。はい。なのでこれは完全にね、もうマウント用として使うのがいいかなと私は思いましたね。はい。というわけで専用のアタッチメントを使いまして、ここをホールドして、ビブラスラップマウントしてみました。やっぱりこのアタッチメント使っちゃうとね、こうホールドすることによって揺れなくなってあんまりならなくなっちゃうんですよね。はい、なんでこう軽く叩いたぐらいだとすぐこう音が止まっちゃうので、もう思いっきりこうひっぱたくくらいのね、はい、まあ、これぐらい必要ですよ。はい、なんかちょっとこれ練習が必要かもしれない。はい、まあ、スティックだったらいいかな。まあ、スティックだったらね、このショットの勢いがある程度あるんで鳴らせるんですけど、どれぐらいのこう音量感でどれぐらいのこうパワーで鳴らすかっていうのは結構練習が必要だと思います。試しにコンガと合わせてプレイしたいと思います。はい、いかがでしょうか。これやっぱちょっとね難しいですね。はい、このどれぐらい振ったらどれぐらいになるのかっていう感覚が、まあまだ身についてないからっていうのもあるんですけど、これ結構練習しないと思った感じになりづらいかなと思います。簡単そうに見えて意外と難しいぞと思っておいていただけるといいかなと思います。はい、はい、サウンド面では今までのビブラスラップ2よりも固めのサウンド、特にバンドの中音圧が大きい中で抜けることを想定した作りなのかなと思いますので、音が大きいねバンドの中でこうやりたいだったり、まあ、このようにマウントしてとにかくこう片手で流れの中で打ちたい、スティックを使って打ちたいという方には向いているかなと思います。はい、すでにこちらのビブラスラップ2を持っていて手で鳴らすことに慣れているっていう場合には、まあ無理して揃える必要はないのかなと思いますけれども、このビブラスラップ2の音がもう日本人に耳馴染みすぎて、若干こうコミカルな面白い音として認知されてるので、このコミカルさを出したくないっていう時に逆にこっちをチョイスするっていうのはありなのかなと思いました。どうしてもこうネタ楽器っていうかねちょっと面白くなっちゃうんで、逆にその面白さいらない、このカーっていう音のキャラクターだけ欲しいっていう時にはこちらのビブラスラップ3向いてるかなと思いますのでね、興味ある方検討してみてください。はい、こんな感じで世界一のパーカッション情報番組を目指してやっておりますので、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画で会いましょう。高文でした。バイバイ。